世界カエル指くわれ協会の虫です。僕はたくさんのカエルを飼育している中で特にねこのイヤアメガエルが好きなんですが、このイヤアメガエルのオスが発する鳴き声を試しに真似してみたら鳴き返してくれたんですよね。というところもあって僕ねこのイヤアメガエルの鳴き声を、まあ、マスターしたと言ってもいいぐらい得意なんですよ。で今回ふと思ったのが、このイヤアメガエル鳴いている時に目の前にね餌が来たら鳴くのを優先するのか、それとも餌を食べるのを優先するのか、これちょっと気になりませんか？これね今までやったことなくてふとね思いついたので、今回ね試しにイヤアメガエルに鳴いてもらって、そこにね餌を近づけてみたらどうなるのかという反応を見てみたいと思います。はい、今回ね協力してもらうのはこちらのイヤアメガエル、オスのタマちゃんですね。スノーフレークというねちょっと変わった品種です。この映像はね少し前に撮った映像なので、今回のね実験とはまた違う日に撮っています。はい、普通に餌を見せるとこうやってね体を起こして僕のね指ごと食べてすごい体勢になってますね。はい、こんな感じで、まあ、食欲は旺盛なカエルです。まずはね実際に僕がねイヤアメガエルの鳴き声を再現して、鳴いてくれるかどうかの確認を取ります。もう早速ね鳴いてくれてますね。僕が鳴き真似をすることでタマちゃんが鳴き返してくれる理由は、僕の出す音がイヤアメガエルの鳴き声の周波数に似ているからなんですよね。周りにメスを競合するオスがいると勘違いをして鳴き返してくれるわけですね。それではね実際にタマちゃんにね鳴いてもらって、その鳴いているね最中に餌を見せてみたいと思います。今回使う餌はいつもねあのツノガエルなんかに与えている練り餌を使います。あ、ちょっとタマちゃんと息が合いませんでした。餌はね食べたんですけど、あの鳴いていたかっていうとねちょっと微妙なラインですよね。ちょっとこれだとねモヤモヤするので、うちにはねまだ他にオスのイヤアメガエルがいますので、ちょっと別の子に変えて再度挑戦したいと思います。はい、続いてはこちらですね、イヤアメガエルのブルーアイという品種の水まんじゅうです。最近ね3歳になりました。はい、早速ね鳴いています。練り餌を見せてみると泣くのをねやめて食べてくれました。やっぱり泣き声を出すことよりも餌をね食べることを優先しました。少し餌が余ったのでこの2匹にねあげたいと思います。あれ2匹ともちょっと嫌な顔しましたね。少し姿勢をね変えて餌はいらないぞっていう感じの態度をとっています。アメちゃんはね僕の指にね夢中で餌をあげる隙がありません。普段練り餌をね与えるときはここまで執着しないんですが、なぜかね僕の指を食べるときだけ長時間こうやってね噛みつこうとします。この動画3年前の動画になるんですが、まあ、このチャンネルで見られる最古の動画、一番古い動画ですね。現時点で約200万再生されていて、まあ、この動画をねきっかけに皆さんにねアメちゃんの存在を知っていただいて、そこからねどん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 チャンネルの、ね、登録者数が増えていったという思い出の動画になりますね。いや変わらないですねアメちゃんね、昔からちょっと変わったカエルでした。
アメちゃんは練り餌とね、僕の指を同時に食べます。指がね、餌の延長だと思っているのか分かりませんが、指をね、食べられてしまったからといって抵抗してしまうと、カエルのね、お腹の中内臓を傷つけてしまう恐れがあるので、まあ、あまりね、抵抗はせず、ちょっとずつね、引き抜く動きをしつつ指をね、離してくれるのを待ちます。でもアメちゃんも結構しつこいですね。今ほんとお腹の中間ぐらいまで指が入っています。結構ね、この噛まれている感覚というのをね、人に伝えるのは難しいんですが、温度としてはね、結構ひんやりとしていて冷たいです。はい、話してくれましたね。知らしめ